力強い言葉とともに西明は再び旅に出た。これ何だよ。映っていいやつ。映っていいやつ。わあ、何々だって言えないよね。え、音楽は作らないんですか。刺激を受けに来てるわけ。
刺激とは何だ、まず遊びから生まれるよね。その通りだね、うん、そういうとこが好きです、うん、僕お店さんの。いやー気持ちいい、気持ちいい、うわ気持ちいいね、わかる。曲ができちゃうから、うん、これで、あもうこれでできる、確実、ね、これで確実できるよ、ね、その絵欲しくないですか。いやもちろん欲しい。その旅先で我々は彼の本気を初めて見ることになる。じゃあその新曲歌っちゃうから。
完全に缶詰。燃えてるからね、今ニセは。力強い言葉とともに、ニセアキラは再び旅に出た。これ何だよ。映っていいやつ。映って。わあ、何なんだって言えないよね。ニセさん、音楽は作らないんですか。刺激を受けに来てるわけ。うん、刺激とは何だ。まず遊びから生まれるよね。その通りだね、うん、そういうとこが好きです、うん、僕ニセさんの。いやー気持ちいい、気持ちいい。うわ気持ちいいね。わかる。曲ができちゃうから、うん、これで。あ、もうこれでできる。確実、ね、これで確実できる。その絵欲しくないですか。いやもちろん欲しい。その旅先で我々は彼の本気を初めて見ることになる。じゃあその新曲歌っちゃうから。Oh,
ありがとう。笑わないでください。
星野源ライブツアー2017コンティニューズへお越しの皆様、星野源。こんばんは、星野源です。幸せなツアーでした。楽しかった。これ新しくなってるちゃんと本当にすごい。動き出す針を回す首の筋肉つながれ時は今の日続くのわけもなくバイバイ心から送る想い時を僕ら乗せて続いてく意味もない。ありがとう。命は伝る君の想いをつなぐその響いた音は次の僕らを照らす。だからもうこれからはかもしれない。いや、かつてないですよ、こんな。かつてない。ごめん、全然画面見てないじゃん、僕ら。全く見てない。すげえ楽しい。自分たちの音楽で自分の音楽でお客さんがバラバラに踊っているっていう。まず金玉が破壊されるんだよ。動き出せ初めて星野源の DVD もしくは DVD、うん、そういう人もいると思うんですよ。いっぱいいると思いますよ、うん、こんな感じで進む。なるほど。全然本編に触れない星野源のオーディオカメラ入ってないから。時はいつか降りるその時にはバイバイ。
を浴びた君から声が聞こえて、どんな近づいても一つにはなれないから、少しだけせめて触れ合うと強い言葉とともに、西明は再び旅に出た。何だよ。
映っていいやつ。わあ何々だって言えないよね。え？じゃあ音楽は作らないんですか。刺激を受けに来てるわけ。うん、刺激とは何だ。はいはい、まず遊びから生まれるよね。その通りだね。そういうとこが好きです、うん、僕ニセさんの。いやー気持ちいい気持ちいい。うわ気持ちいいね。わかる。曲ができちゃうから。うん、これで。あもうこれでできる。確実に。これで確実にできるよね。その絵欲しくないですか。いやもちろん欲しい。その旅先で我々は彼の本気を初めて見ることになる。じゃあその新曲歌っちゃうか。触れ合うと
た子供のままどこか甘えたまま時鳴らしたまま枕を抱いたまま完全に缶詰燃えてるからね今店は。力強い言葉とともに、おーい！西明は再び旅に出た。これ何だよ。映っていいやつ。映っていい。わあ何なんだって言えないよね。西明さん音楽は作らないんですか。刺激を受けに来てるわけ。うん、刺激とはなんだ。まず遊びから生まれるよね。その通りだね、うん、そういうとこが好きです、うん、僕ニセさんの。いやー気持ちいい気持ちいい。うわ気持ちいいね。わかる。曲ができちゃうから、うん、これで。あもうこれでできる確実、ね、これで確実できるよ、ね、その絵欲しくないですか。いやもちろん欲しい。その旅先で我々は彼の本気を初めて見ることになる。じゃあその新曲歌っちゃうから。
の匂いを嗅ぎ合って臭いなってふざけ合ったりくだらないの中に愛と人は笑うように生きる魔法がないと不便だよな漫画みたいに日々の恨み日々の妬み君が笑えば解決することばかり首筋の匂いがパンのようすごいなってたたえあったりくだらないの中に愛と人は笑うように生きる希望がないと不便だよな漫画みたいに日々のそねみとどのつまり僕が笑えば解決することばかりさ人は進む周りに飲まれ街は行く僕は時代のものじゃなくてあなたのものになりたいんだ心が割れる音ってバカだなって泣かせあったりつけた傷の向こう顔は人は笑うように髪の毛の匂いを嗅ぎ合って臭いなってふざけあったりくだらないの中に愛が人は笑うように生きる人は笑うように生きる星野源ライブツアー2017コンティニューズへお越しの皆様、星野源。